セルダル、サーダー、救命キジルアルバとキジルアルバット、またはキジルアルバとジズラーバットはトルクメニスタンの都市。首都アシハバードの北西に位置し、アシハバードからカスピ海へと向かうルート上に位置する。人口は約5万人で、主にトルクメン人が居住し、地域全体でトルクメン語が主に使用されている。セルダルの街はアシハバードから コッペトダグ山脈の北陸に沿って連なるオアシス軍のほぼ北西端に位置する。ロシアによる征服の間、この地には何度か探検隊が遠征に赴いたが、主な戦闘は東に遠く離れた玉デペで行われた。現在のセルダルの町は、1881年にカスピカ横断鉄道の駅の付近に建設された。1918年7月にはアシハバードで、 戒厳令が宣言される中、他ケントのチェーカーの長である人民委員の V フローリフが当首を他ケントソビエトの支配下に収めるべく来訪したが、当首の鉄道労働者たちは、アシハワードにおけるストライキ指導者たちに対する処刑の法を聞き、武力による抵抗を組織した。彼とその支持者たちの一部は銃撃され、残りは武装解除された。この行動は、 ヒボリシェビキ系のザカスピリンジ政府の樹立へとつながった。セルガルは、欠片の気候区分においては、砂漠気候、中でも BWK に属し、冷涼な冬と非常に暑い夏を持つ。降雨は少なく、不安定で、主に秋から冬の間に集中している。ありがとうございます。